こんにちは、チョメです。動画をため撮りしてます。なんかそこそこいい部屋だからね。73さん、早かったな、平方でも。あれ、タルウッドだったっけ？ちょっと見てみよう。7人になっちゃった。割石来たわ。しょっぱなから割石か。ここも開けれねえな。あ、ちなみにタルウッドとエッグウッドは、永遠のライバルですわ。タルウッドには TB っていうチームがあって、エッグウッドには EW っていう専門のチームがあったんだよね。よし。ここで話止まっちゃったけど、本当は下位でいいアイテム取って前に出たいんだけど、まあ1位でいくわ。この兵法にはちょっと注意だな。ちょっと上手いから。よし。上手いっていうか、ここのタルウッド早いからね。やっぱりね、エッグウッドとタルウッドが出てくるよね、ここのコースは。よし。チョメさん、これさ、嫌な予感がしたわ。トゲでやられるという夢を見たらさ、ここで一回投げてこう。ニュースブーストのやり方教えて、誰かコメントで。スティックの倒し方とか、その他もろもろ。チョメさん、いまいちニュースブーストのやり方がわかんないんだよね、今ね。よし。こういうとこ。あ、ダメだった。置けなかった。デイジー頑張って。デイジーの人頑張って。苦手なんかな。あ、チョメさん下手だった。クソ下手やな。いや、こういう下手なプレイはあんまり見せたくない。あ、チョメさん、もともとが下手だからさ、さらに下手なさ、走りはさ、見せたくないんだよね。よいしょ。よいしょ。ここは結構引っかかるかもしれない。違うところで引っかかったか。いやー、ちょっと赤コーラ持ってるわ。二つ持ってるわ。使いづれーな、この葉。困った。でも、この葉消費してんだよな。やっぱりあれだね、エッグウッドだね、さすが。よいしょ。このカートでさ、ここ負けたらさ、いけんよ、ほんと。もう差があるもん。コインの差もあるし、水中性能でも差があるから、逆だからね、行くと。だから B ダレではコイン5枚以上とか、何枚か分かんないけど、コイン補正をしないときついでしょ。トゲってる、トゲじゃない、コーラつける。これは使っとこうか。さあ、よし。まあ出だしいいんじゃない ?1 位で。結構差ついたわ。まあこんなもんだよな、エッグウッドだったら。いや、フレンドさんの部屋に合流したら結構面白い部屋に入ったから、ブリックスさんがいなくなった。おお、楽しい部屋だね。チョメさんに適正レベルかもしんない、この子。ミュージックパーク。とりあえず前回の動画から走ってみたけど、あ、ここミラーか。走ってみたけど、兵法が速いっていうのは分かったわ。兵法だけ気をつけとけばいいかもしれない。よし。最初はコイン取りに行こう。あげるよ、前は。性能で劣るからな。いや、怖い怖い、このドンキーと、あれが。え、ドンキー怖い、ドンキー怖い。ドンキーあんまり使う人もいいな。よいしょ。ここはここの上に乗った方が早いんだよね。うわ、嫌なアイテム出た。嫌だな、これ。73さん、何遊んでんだ。アイテム交換ができない、怖い。後ろに飛んでくるかと思ってから今ね、あれやってるわ。これコイン取りに行くわ。あれ、ショートカットしてないじゃん。あ、そうか、トゲ、あれか、後ろ飛んできそう。前に投げた、マジか。今は後ろ潰すところだね。チョメさんは潰した方が良かったぜ。よいしょ、後ろ潰さないと、怖っ。なんかどこで来るかわかんない。ちょっとキノコを狙いたい。ちゃんと音符の上乗ってるね、この兵法も。お、いいね、ラインも結構綺麗じゃん。ここはこう、インを通らなくてね。よーし。いやー、今どんな感じなんかっていうのが気になるな。あ、ミスった。こんな感じか。やっぱ兵法が早いってぐらいかな。でかーい。赤引くなよ、赤引くなよ。赤引いてたわ。後ろでよかったわ。もうトゲは止まらんよ。中間に結構差があるから。
はあ、最後に抜きたいな。怖えな、この赤。牛、わざと外回り通る。こっちはイン通る。赤か。これどうするやろ。最後で抜くしかねえよな。この音符でグライダーブーストとかやってみる。無理か。投げとくか。あー、やっべー、先にやられた。今のはナイスプレーだね。チョムさんも使いたかったんだけど、着地の時にちょっと前回ミスがあったからね。てか実況になってないな。チョムさんちょっと途中無言だった気がするわ。3位と4位の差が激しいな。よーし、今2レース目か。ちょっと走ってないコース選びたいんだけど。よし、まあいいや、お任せでいっか。平方ちゃんと一緒に走れて楽しいわ。平方さん、もし私の動画を見てたらフレンド申請しても OK ですよ。チョメさん、上手い人、速い人大好きですから。やった、あの、速い人、まあチョメさん遅いんだけど、ね、自分より速い人とやっぱ走れると楽しいわ。マリサッカー。ここも悩むんだよね。ここも案外高いコースだからね。2周目の最後にキノコ持ってたらね、一気に前に出れるからさ。でもね、コインがやっぱ欲しいね。前に出る。前に出て、コインを取る。コイン。あはは、ヘイボーさんはまだこのコイン回収の大事さをまだ知らないようだな。このコイン回収まで覚えたら、強いかもしれないね。ファイヤーで、あの、なんて言うんだろう、コインを減らす、相手の。もうコイン8枚になったから前に出よう。よし。ボム置かれそう。よかった、キノピオが倒してくれたわ。ここ、新走法のショートカットのやつがあるみたいだけど、チョメさんはやりません。あ、ドリフトミスった。よし。やっぱ兵法がついてくるな。あとコイン2枚欲しいな、正直。やっべ、スター保持してんじゃん。くそ。うまいな。あのメリオが1位かもしんないな、多分。赤引くなよ、赤引くなよ。ファイヤーかーい。後ろ潰してくれ。高尾さんが1位かもしんないな。あそ、多分ね、スターあそこで使われるわ。ここ。ここで使われるから、多分抜かれる。もう、コインは取らない。ここで使ってるよね。やっぱ使ってるよな。出てくるの注意。よし、ミスってくれた。あ、やばい。後ろ赤引くなよ。頼むから引くなよ。これは神様に頼るよ。よし。これ、新走法やってみる。いや、できんかった。やめとこう。よし。1年ぐらい前のね、走法が見つかったみたいなんだよね。よし。ラストかな。お、韓国勢が入ってきた。お任せ。とりあえず、ため取りしよう。マイリサ2、また平分解。キラーシップ面白いよね。キラーシップでもいい。クッパキャッカー。あ、クッパキャッスルも新走法があるみたいだね。必中抜けは前から知ってたけどさ、あの、樽のところのショートカットあるでしょ？ショートカットとか。ちょっと待って、ここはまあ昔からあるんだけど、ここね。こうやって跳ねるやつ。おっ！マジか。しょうがないな、これは。これは昔からあるんだけど、もうしょうがないからコインを取って回収していこう。ここ、ここ。ここね、なんかね、動画見たんだけど、ここに左側入って、あ、危ねえ、何やってんだっけ。ちょっと前に出るか。赤で渋滞してる。しかも兵法がボン持ってる。これはどうやって切り抜ければいいんだ、チョメさん。アイテム回収したいんでしょ。アウトから抜いていくよと思ったけどやられたわ。あ、いいね、結構。なんかね、まあ、ちょっとね、探してみて動画。あ、これボム置かれそう。ここに置く？どこに置くんやろ。置かんか。置いた方がいいって言ったけどね、もう。あ、この兵法もやってんのかな、この人。まあいいや。置くんじゃない、そっち。前に投げる。マジか、実力勝負する気？もしかして。いいよ、チョメさん。アイテム当てていいよ。ここで抜いとくか、怖い。ここじゃなくて、この下に降りれるね。なんか、ミスクみたいなのがあってから、なんか難しそうだったけど、やってない。やべえ、チョメさんの実況がどんどんつまらなくなっていくという。普通に走ってるだけという。もう解説しきったって感じやな。しかも、チョメさん、あまり、やばいやばい、スラッパーがミスった今。落ちるところやった。
危ね。もうそろそろやめよう。これでやめよう、マジで。ミスったな。あ、やば。やっぱりダメだわ。疲れが、チョメさん疲れが出てる。一応、ため取りだから8レース。チョメさんね、マリオカートね、1週間に1回ぐらいしか走んないからね、疲れが出ちゃう。どうしても。筋肉痛になるもん。1週間に1回だと。だからもうあれだね、8レースぐらいになるともうヘトヘトでヘタクソになるわ。よっしゃ。今日の撮影日時はね、6月の16だけど、あれ多分投稿してるのは1週間か2週間後になると思います。ちょっとマリオカートもため撮りをしていこう。こんな感じです。ありがとうございます。同部屋の皆さんありがとうございます。ヘイホーさん、早かったから楽しかったです。では失礼します。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ。ありがとう。失礼します。